皆さんこんにちは。米粉シフォンケーキ専門教室粉雪の粉雪シフォンマイスター直子です。今回の動画は米粉をふるうかふるわないかっていうお話なんですが、通常米粉はふるわずに入れて大丈夫ですと言われると思います。以前は私もそうでした。ただここ最近米粉ばかりこうシフォンケーキに使う機会が増えてくると、だんだんどうする方が早いかなっていうのが分かってきまして、まあ小麦粉は必ずふるわないとダマっていうのが生地の中に入り込んでしまって、焼いた生地の断面にもダマがね残っていたりします。ですが米粉っていうのはそういうことがないんですね、普通は。なのでふるわなくていいんですが、やはり作業性を良くするためには米粉もザルとかでふるって、そしてそれを液体の方に入れる方がその後の混ぜがとても早いです。生地の中に沈み込ませて米粉を混ぜるんですけども、ふるった場合とふるわない場合ではその馴染んでいく時間が全然違います。なので最近は生徒さんにも米粉だけどふるおうねと言ってレッスン中はふるうようにしました。そうすると混ぜてからもね、ギャーッと急ピッチで混ぜ合わせることができて、ちょっと作業性が良くなるんじゃないかなと思っています。もしゆとりのある方はそれも試してみてください。それでは失礼いたします。